さてでは次のセッション、読み手思考というところに入ってまいります。この読み手思考になれなんていうことは、もう日常から言われること多いと思うんですよ。ちょっとあえて言語化しておきましょう。読み手の頭の中を十分にイメージして、相手に沿った文章にする思考というふうに書いてありますが、要は相手の理解度であったりとか、相手の興味であったりとか、 相手の状況っていうのをしっかり分かった上でそれにチューニングを合わせていくような文章を書くっていうことですねまあ想像の通りです皆さん普段文章を書く機会があって相手にね伝わらないなっていうことってないですかそれは相手の読解力理解力のせいにしたいところはやむやまなんですけれどあなたが相手の理解度であったり相手の興味に チューニングを合わせきれなかったという部分もあるのかもしれないですよね。これ、読み手の側に立つとですね、よくわかるんですよ。自分ごとになるから。例えば、あなたのところに届いたメール、あなたのところに届いた報告書、あなたのところに届いた、なんだろうな、提案書、そのあたり想像してみてください。いろいろ書いてあるんだけれど、なんでこういう結論なのか背景が伝わらない。 自分にとってはもうどうでもいいことからなんかグラ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 書いてあって、興味ないんですけどとか、の割に一番知りたいことがそこには書かれていない。いやいやいや、みたいなことってないですか逆に、もうちょっとちゃんと説明してもらわないとわかんないよ、みたいな形で一番大事な部分が不十分にしか書かれていないとか、根拠が伝わらない。もうだらだら書いてあって、そもそも読み気にならないとか。 こういった感想を読み手に持たせてしまうのは、ズバリ一言、読み手思考の欠如であるということですね。単なる文章力を書く力、手におはを良くすれば、この問題が解決するかって言ったら、解決しません。例えば、ちょっとラブレターとか想像してみてくださいよ。ラブレターを書くのに、手におはをきれいにしたら、相手に愛情伝わると思います多分、 変わんないですよね。そうじゃなくて、相手の求めていることであったり、相手の状況に合わせて、それを反映するような手紙にすること。これが必要じゃないですか。まあ、このように、ラブレターだったら、当たり前にやることをビジネスドキュメントになった瞬間に我々はやらないんですよね。必要なことは、読み手思考、読み手の気持ち、読み手の立場に立って、読み手の 求めるようなアプローチをとっていこうということです。まあ、あえて言語化したんですけれど、正直それが大事なことって分かってるじゃないですか。そして今までだって、その読み手思考を大事に文章を書けっていうことを我々は言われてきたじゃないですか。なのにそれできないのってなんでなのか。 という話をここからしていきたいと思うんですが、その前に、実はこの読み手思考に立つっていうのはですね、難易度が高いんだよっていう話もしておきたいんですね。我々、プレゼンテーションスキルというものを一番のメインに扱っている研修会社です。なので、プレゼンについてさまざまなことを触れる機会多いんですけど、この対面でのコミュニケーションをあえてプレゼント、ここではね、呼ぶのであれば、対面のプレゼンテーションと ドキュメントを通じてのライティングで言うと、正直ドキュメント、資料を使ってのライティングの方が読み手思考に立つのは正直難しいです。まあ上側のところに口頭コミュニケーション、下のところに文章を通じてもコミュニケーションって書いてるんですけど、文章を通じてもコミュニケーションの方が難しいです。なぜか対面のコミュニケーションって相手の反応を見て修正することができるからなんですね。例えば、 今こうやって皆さんには講義を聞いていただいているわけなんですけど、生で聞いてもらっているわけなんですけれど、私から皆さんの反応って見えてるわけですよ。皆さんが、うーん、なるほどなっていう反応をするのか、みたいな感じで、ちょっと腑に落ちてないなみたいな感じの反応してるのかっていうのが見えるから、そこにチューニングを合わせることができるわけですね。ああ、もうこれ十分つな伝わっているから、じゃあ続きいこうかとか、あれこれちょっと伝わってないなと。 じゃあもう1つ2つ事例を交えて話していこうかとか、これ伝わってないっていうか、なんか腑に落ちてないって感じだな。じゃあちょっと別のアングルからもその必要性について語っていこうかみたいな形で、基本的に聞き手の反応っていうのは、1つの材料なんですね。そしてリアルタイムコミュニケーションっていうのは、その材料を使いながらやり取りをすることができる。一方で 文章を通じてのコミュニケーションってそれ無理じゃないですか。だって書いてるときにはそれ見れないんだから。書き終わって完成してタイムラグの後で読み手はそれを見る。読むわけだから。結果、そういった反応を一切わからないうちに完成させないといけないのが文章だっていうことなんですよ。ね。それだけで難易度高いですよね。だとしたら、その難しい中で何をやらないといけないのかっていうと、 多分、この文章を今のまま読んだら、読み手はこう思うだろう。多分、今回の対象になってるあの人たちが読んだら、こういうふうに思うだろう。多分、あの人たちが読むときに必要なことってこれなんだけど、この文章このまま読んだら、こういうふうになっていく可能性があるな。など,など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 。いろんなことを想像しながら文章を書く必要がある。そして、今言った想像が、 全然働いてない状態で自分が言いたいことはこれです。こればっかりで組み立てる文章を読み手思考の欠如であると言われるわけですね。今の話を聞いて、それって必要だし大事そうだなっていうことも、それって結構難しそうだなっていうことも、おそらく皆さんには感じていただいたんじゃないかなと思います。じゃあそれ具体的にどういうふうにやるのっていう話をね、ここからやってまいりましょう。